V ロード第5節1戦目福岡ソフトバンク。ここで打席には田中が入ります。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、先手を取って進めるためにも痛烈、これはセカンドライナー、ワンアウトランナー2塁とか。バッターボックスは4番城島。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。初球打ち出ました、ファウルボール。引っ張った、下がっていく下がっていく、ぐんぐん打球伸びて、3球目は何で来るか。ここもファウルです。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、ホークス1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、8対0。初球は何で来るか、ファウルになります。ボールになります。アウト、これで3アウト。ソフトバンクホークスが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。